瀬戸デジタルタワーは愛知県瀬戸市にある名古屋地区の地上デジタルテレビ放送を専門に送信する集約電波等である送信署名は瀬戸デジタルテレビ放送所名古屋地区においての地上デジタル放送は2003年12月1日に関東近畿の両行域県とともに日本国内の先行地域として開始されることが決定したが 放送開始に際し、各送信所では、電波の周波数や変調方式の違いから、それまでのアナログ放送用の送信アンテナに加え、新たにデジタル放送用の送信アンテナを設置しなければならなかった。関東広域圏の東京タワー、近畿広域圏の生駒マ送信所ではそれまでのアナログ放送とほぼ同じ場所に、デジタル用の送信アンテナ、あるいは、 送信塔を設置して対応した。ところが、在名各局は老朽化による強度不足とスペース不足から、アナログ放送送信所である名古屋テレビ等及び東山タワーには、新規にデジタル用の送信アンテナを設置することができず、アナログテレビとデジタルテレビは別の場所から送信することになった。場所については、検討段階で、 ラジオ愛と同じ三国山からの送信も検討され、実際に三国山に、地デジ実験局が設置されたものの、テレビ、愛知などのエリア外への電波の到達が問題となった、ため断念し、瀬戸市内の住宅地である現在地に決定した。NHK 名古屋放送局と、広域民放4局、中京テレビ放送、CBC テレビ、名古屋テレビ放送の、 放送エリアの目安は、愛知、岐阜、三重の東海三県の各一部地域である。また、テレビ愛知は、愛知県の大半、岐阜県の橋島市及び、橋島郡の木曽川沿岸、三重県の桑名市、三重郡朝日町、三重郡川越町の各一部地域が放送エリアの目安となっている。標高108メートルに位置する。電波塔の高さは245メートルで、 最上部に、上、中、下3機の送信アンテナが設置されている。下段以外はいずれも共用である。送信所の隣に、セト市デジタルリサーチパークセンターがある。スタジオ、マルチメディア電子会議室、インターネットコーナーなどがある。また、タワー上部に設置されたカメラの映像を見られる、コーナーがあり、周辺の景色を楽しめる。 地上デジタル放送の番組を流しているテレビがあるが、電波の届かない、アンテナの真下であり受信できないため、ケーブルテレビを使用している。全局2003年12月1日から本放送を開始した。NHK とテレビ愛知は、本タワー竣工後も名古屋市などの一部で、地上デジタル放送が見づらい状態が続いていたが、それに対応すべく順次中継局を開設している。 ABC 放送エリアの目安2014年3月31日までは、中部日本放送。翌4月1日に中部日本放送のテレビ、放送事業を CBC テレビに承継。2013年3月31日までは、ジョル d t v 翌4月1日に中部日本放送のラジオ、放送事業を CBC ラジオに承継したのに伴い、 ョゲックス DTV に変更。ありがとうございます。